どうもカニエ・ウエストでーすクラブで踊るカニエ・ウエストアメリカで酔っ払った話してんけどいろいろお酒を飲む時の話とか思い出してその話しようと思ってまずアメリカで飲むってなったらイメージやと誰でも入れんちゃうみたいな身分証明書もいらんやろみたいなアメリカの方がゴリゴリに厳しいからね バーに入る前に門番みたいな人がいてでそこで毎回年齢確認されてでそれがちょっと年いってそうやなとかっていう人にも絶対確認して全員21歳以上あアメリカは21歳以上じゃないとお酒も買えないし飲めないしやったからめちゃくちゃ厳しくって毎回身分証明書忘れたら絶対入れないしでバーとかクラブとかすごい楽しいけど2時に絶対閉まるんよねだからクラブとか行ってて2時前になんかそのクライマックスみたいな感じでめちゃくちゃ楽しい で嫌いとかって酔っ払って踊ってても1時40分とか1時50分ぐらいにいいクラブやったらパッみたいななんか大盛り上がり大クライマックス大ドンデン返しみたいな時にうわーってなんかああちょっとあー紙吹雪とか降らしてくれるんよ。そこでみんなもふー みたいな。あげみたいな感じやねんけど、それが40分ぐらいで、はい、終わりましたってなって、そっから5分ぐらい経ったらいきなり電気バってついて、はい、帰る時間でーす、みたいな。で、2時にはもう全員客を出して、店を閉めれるっていう状態にしないといけないから、もう1時50分ぐらいにはもうみんな、はい、出てーっていう。だからさっきまでもう、え、長楽しいって言ってたのに、いきなりもう電気ついて、あいや、なんか、恥ずかしい。 知らぬ恥ずかしいみたいな感じになっちゃって。まあ、そんなんもあるけど、まあ、絶対に2時に閉めないとあかんっていう、もうそれは法律やから、お酒も21歳以下に飲ましたら、そのバーの人たちはもう逮捕されたりするし、いや、詳しいこと分からへんけど、なんかそんな感じやから。で、アメリカのパーティーとか行って、みんなでショットしたりすんねんけど、ショットとかは、アメリカにいた時に感じたのは、もう飲みたくないとか、もうお酒弱いから私は飲まないっていう人には、オッケーじゃあ、あなた以外にするねみたいな感じで。 となんか空気読めよとかノリ悪いみたいな感じで「はいみんなで」みたいな感じやけどもう飲みたくないとか私ドライバーだからっていう人がいたら「あオッケーじゃああなたは何か他のもん頼んでね」とかなんかそういう飲みたくない人とか飲めない人に対してすごい優しいからいいよねでアメリカにいた時になんかマクドナルドとか日本やったらすっごいファンシーななんか照り焼きチキンエビフィレオ 月見バーガーとかそういうのあるけどアメリカはそういうファンシーなあんまりなくってなんとかクラブチキンみたいなのあるけどなんかその他はもうチーズバーガーとかフィリオフィッシュとかもうメインメンバーだけみたいなすごい地味でそんな日本みたいなファンシーな感じじゃなくってであとクリスマスに日本やったらケンタッキー食べるけど大体アメリカでみんな。 えケンタッキーしかもクリスマスに、ね、みたいなまずそのクリスマスっていう概念が家族でみんなで過ごす大切な日みたいな感じやからでそれプラスケンタッキーってアメリカやと私の中ではイメージ的に吉野家みたいなだから日本で言うとお正月に家族みんな揃って吉野家食べるみたいな例えばそれをアメリカ人がしてるって言ったら日本人はえ吉野家 お正月にみたいな感じや。日本やとすごい美味しい。まあ、美味しい。アメリカでも美味しいけど、そんな日本みたいないいご飯みたいな位置にはなくって、もうパッと食べれる日本でいう吉野家とか牛丼チェーンみたいな、パッと食べて帰ろうみたいな、そういう食にめちゃくちゃこだわってる人が行かないようなお店。だから自分のイメージやとそんな感じかなっていう。で、あとアメリカに来てびっくりしたのが照り焼きね。 テリヤキはみんな、あ、テリヤキーみたいな言うけど、日本やとそんな別に、テリヤキ、はい、あの、まあ、一応存じてますぐらいの感じやけど、アメリカに行ったら、寿司、天ぷら、テリヤキーうぅぅいや、知らん知らん知らんっていう。あと、アメリカにと思ったのは、アメリカでは、麺はすすらないのよ。すすらないっていうか、すすったらちょっと、何すごく下品みたいな扱いされて、まあ、でも日本やと、 麺はうどんとかとかかそそばすするしし日本古来のものもやしだけど最近になってパスタとかが入ってきてでもそういうのはすすらないし多分アメリカは麺類で言ったら多分パスタの方が先に入ってきてでその後にだいぶ遅れてからラーメンとかうどんとかっていうのが最近食べられるようになってきてだからパスタが一番最初に入ってきてそれはすすらないもんやしでその後にすするものが入ってきてそしたらイメージ的に麺はすすらないもの。 それをす,すってるえっていう思考回路なのかなと思ってアメリカのシアトルとかにもいっぱいラーメンチェーン店とかがあってでそこで友達と行ってもうズル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 って食べてそしたら友達のアメリカ人とかもマジかよみたいなすごい目で見てこれがジャパニーズスタイルや言うてだからアメリカ人からしたらパスタをズルズル食ってるようなもんなんかなと思ってそれやったら日本人もねおーおおっていうイメージグッバイ 君の、僕の、運命の、じゃない。辛いけど、否めない、じゃない。ジュジュです。以上です。カニエウエストでした。ハンバーグを作るのが上手くなったけど、振る舞う相手がいない人たちが見るテレビ、雄大チャンネル。よかったら、いいねとチャンネル登録、お願いします。